お前なんか介護するしか使い道ないんだよ。完全に女捨ててるくせに。自分の母親の介護を妻の私に押し付けただけでなく、こんな暴言を吐く夫。しかもその横でニヤニヤしてる義母。ありがとう二人とも。私の堪忍袋の尾を切ってくれて。私は優子、55歳の主婦だ。子供は二人いるが、すでに自立しており、59歳の夫義人と平凡な二人暮らしだった。突然義人が義母と同居すると言ってくるまでは。義母は我が家から車で1時間ぐらいの義実家で、義人の姉夫婦と同居していた。そんな義母が階段から落ちて腰を強打し、車椅子が必要な体になってしまったのだ。退院後、義子夫婦に介護をお願いすることになった。しかしそれから1ヶ月も経たないうちに、義子は急に、実は旦那の実家の方に入るよう前から言われてたのよ。悪いけど、あとはよろしくね。と言い出し、さっさと引っ越しの準備を始めてしまった。どうやら、たった数週間で介護に嫌気がさしたらしい。それを義人から聞いて唖然とした私だが、もっと驚かされたのは義人の一言だった。姉さんたちが出て行ったら、すぐに実家に引っ越すから。え？そんな話、いつ決まったの？私、あなたから一言も相談受けてないけど。私たちのこの家、どうするの？そんな気持ちが一気に湧いてきたが、義人は、大丈夫だよ。お袋は優しい性格だし、介護って言っても車椅子で動けるんだから。この家は貸すなり売るなりすりゃいいさ。もう姉さんと実家は俺が相続するってことで話しついてるからさ。と、ものすごく物事を簡単に考えている。車椅子で動けるって言うけど、車椅子がないと動けないってことなのよ。トイレに行くの一つとっても。と必死に訴えたのだが。ま、なんとかなるって。いざとなれば俺も手伝うし。いざとなれば？つまり、ほぼ私に丸投げするってことよね。腹が立ったし、それ以上に不安が押し寄せてきた。かといって、車椅子の義母を一人にしておくわけにはいかず、私はしぶしぶ同居を了承した。同居を始めて1、2ヶ月は特に問題なく過ぎた。もちろん、お互い慣れないから失敗も多かったけれど、義母はできるだけ、自分でやろうと努力してくれたし、私に何度も感謝や謝罪の言葉を言ってくれたから、心の負担はとても軽かったのだ。しかし、やはり体が思うように動かせないということが、義母にとって大きなストレスだったのだろう。無理な体勢で物を取ろうとして、車椅子から落ち、腰をさらに痛めてしまってから、だんだん性格が変わってきた。例えば、もっとちゃんと私の部屋を掃除してくれないかしら。と言ったかと思うと、ああ、もう、掃除機の音がうるさいわ。早く部屋から出て行ってちょうだい。と大声を上げる。そして夫に、優子さんたら、私の世話が嫌で嫌で仕方ないみたい。嫌がらせばっかりするのよ。と告げ口。それを聞いた義人が、お前さ、夫の母親を敬おうって気持ちはないわけ？この家にタダで住まわせてやってるんだから、もっと感謝して介護しろよ。と私を怒る。この繰り返しだ。さらに、義母が義子に愚痴をこぼしたのか、義子からも苦情が来るようになり、私はもうヘトヘトだった。肉体的にも精神的にも限界を感じた私は、ヘルパーに来てもらうことを思いついた。義母は要介護3の認定を受けていて、訪問介護を受けられるのだが、赤の他人に世話をされるのは嫌だと拒んだため、使ったことがなかった。しかし、もう義子の意思を尊重していられる状態ではない。私は自腹でヘルパーを呼ぶことにした。しかし、これが大失敗だった。とても感じのいいヘルパーさんだったのだが、義母は彼女に向かって、あんた、私の部屋に入らないでちょうだい。何盗まれるか分かったもんじゃない。とか、あんた、いろいろな家に出入りしてるんでしょ？そんな汚らわしい人に触れてほしくないわ。とか、ヘルパーさんをあんた呼ばわりした上に、彼女の誇りを傷つける暴言のオンパレード。一ヶ月もしないうちに契約解除されてしまった。さらに、義人は私が勝手にヘルパーを頼んだことが気に食わず、大激怒。
自分がサボりたいからって勝手なことしやがって。そんなのに金使うぐらいならお袋にもっとうまいもの買ってやれよと私を責め立てた。だってもう耐えられないのよ。介護だけでも大変なのにお母さん私にすごくきつく当たるんだもの、と涙ながらに訴えたのだが。何嘘ついてんだ。お袋が暴言なんて吐くわけないだろうが。本当にお前は心が歪んでるな、と怒鳴られてしまい、結局また私が一人で義母を介護するしかなくなってしまった。私はこの時腹を決めた。口先ばかりで指一本動かそうとしないヨシトに介護がどれほど大変か思い知らせてやることにしたのだ。最初は義母の車椅子の乗り降りを介助してもらうことに。しかし義母は私が介助するときにはわざと全体重を私に預け、重くてうまく移動させられない私を罵倒するのに、ヨシトが介助するときはできるだけ自分の体を自分で支え。ヨシトは本当に優しいね。嫁とは大違いだわ、と猫なで声を出すから、またまた私が悪者に。介護なんて全然大変じゃないわ。悲劇のヒロインぶるのはやめろよ、とヨシトに言われ、私はブチギレた。義母が脱ぎ捨てた下着をヨシトに投げつけてやったのだ。うわっ、くせえ、なんだよこれ。お母さんが汚した下着よ。こんなに臭いのよ。これを毎日私が手洗いしてるのよ。ヨシトも一度洗ってみなさいよ、そう怒鳴ると、ヨシトは一瞬言葉に詰まり、それから、洗濯機があるだろ、と反論。いいわよ、洗濯機で直接洗っても。他の洗濯物に匂いや色が移るし、雑菌もくっつくと思うけどね。明日から、あなたの服は全部、お母さんの汚れた下着と一緒に洗わせてもらうわ。それでいいわよね。そこまで言ってやると、もうヨシトは言い返せなくなった。しかも翌日、私は有言実行で、夫のお気に入りのシャツを義母の汚れた下着と一緒に洗濯。心なしか微妙に匂いと色の残るシャツを見たヨシトは、すぐにポータブルの洗濯機を買ってきた。このくらい自分で買えよ、まったく、とぶつくさ言いながら。一言も謝らないのには腹が立ったけれど、ほんの少しだけすっきりした。しかし、義母の私に対する態度は悪化の一方。怠けてばかりで、ちゃんとリハビリをしなかった義母は、今やほとんど寝たきりになっていた。床ずれを避けるため、しょっちゅう義母の体を動かすようにしていたのだが、もともと太り気味だった義母は、寝たきりになって70キロ以上に増え、私一人で動かすのは重労働。そしてついに先日、力がうまく入らず、義母をベッドの反対側に落としそうになってしまったのだ。すると義母は大声で、遺産目当てで私をあの世行きさせようとしてるんでしょ。あいにくね、あんたには一円もやらないからね、と私を罵った。その言葉にプッツンと来た私は、彼女ににっこりと微笑んだ。ということは、私がお母さんを介護しても、私が損するだけってことですよね。じゃあもうやめようかな。義母はぎょっとして。あんた、嫁の分際でなんてこと言うの。実はその嫁っていうのもやめようかなって考えてるんですけど。そう返してやると、義母は真っ青になり、出て行け、この部屋から出て行け、と金切り声。多分、ヨシトに電話するつもりだろう。案の定、それから2時間経たずに、ヨシトが会社を早退してきた。お前、お袋の介護が嫌だからって、俺と離婚するって言ったんだって？そうね、考えてるわ。すると、ヨシトは私を小馬鹿にした目つきで見た。離婚してどうする気だ？今更仕事なんかできっこないよな。他の男でも捕まえる気か？無理無理。横で、義母がニヤニヤしている。別にそんなこと考えてないわ。でも、無理ってどういう意味よ。お前、もう50過ぎてんだぞ。それに、最近鏡見てないだろ。完全に女捨ててんじゃないか。ボッサボサの髪にすっぴんでシワやシミ。それで引っかかる男がいるとでも思ってんのか？お前なんか、介護するしか使い道ないんだよ！と嘲笑った。しかし、
私は全くめげず言い返した。あなたのシャンプーや整髪剤、育毛剤、誰か買ってきてあげてると思う？ワイシャツにアイロンかけてるのは？背広をクリーニングに出してるのは？私がいなければ、あなただって男を捨ててるって言われるのよ。ヨシトは私の言葉に真っ赤になり、自室へと逃げていった。そして、誰かに電話をかけ始めた。多分、技師に応援を頼んだのだろう。思った通り、それから15分後、技師から電話が来た。ちょっと！お母さんにひどいことした上に離婚ですって？何考えてんのよ。何って、離婚です。私はわざと淡々とした声で答えた。ふざけないで！一体誰がお母さんの面倒を見るのよ。さあ、ヨシとかお姉さんでしょうね。冗談じゃないわ。私は夫の両親を見てるのよ。そちらは見なくていいんですよ。義務じゃないんで。私は、親の面倒は血のつながりがある家族がする義務があり、義士は旦那さんの両親を見る必要はない、と説明した。そんなわけにはいかないわよ。常識でしょ。常識ね。ところで私、お母さんに遺産目当てだって言われたんですけど、本当にお父さんの遺産なんかあるんですか？え？何よ急に。いえ、本当にあるなら、お母さんが亡くなったら大変かなって。はあ？何がよ。私とヨシトで半分ずつよ。残念ながら、あんたには権利はないわよ。義士は意地悪そうな声で答える。私のことはいいんですけど、どうでしょうか。何が言いたいのよ。痺れを切らしている義士に、私はこう囁いた。ヨシトのことだから、お母さんに取り入って、遺産を独り占めするんじゃないかって心配で。え？最近やたらとお母さんと話し込んでるんです。もしかしたら、遺産はすべてヨシトにって遺言するようお願いしてるのかもしれませんね。実際、義母とヨシトは二人で遺産がどうのとひそひそ話していたから、あながち間違っていないかもしれない。義士もヨシトならやりかねないと思ったようで、押し黙った。そこで、私は畳みかけるように言った。お姉さん、今私が話したことが心配なら、一日も早くこちらに帰ってきて、お母さんのお世話をした方がいいですよ。お母さん、最近寝たきりなんで、いつ何が起こるかわかりませんし。私はそれだけ言うと電話を切り、スーツケースに最低限の私物を詰め始めた。そして翌朝、ヨシトの出社後、離婚届をテーブルの上に置いて、義実家を出たのだ。案の定、義士はその日のうちに義実家に飛んできて、自分が義母の介護をすると言い出したようだ。しかも、安月給の夫はいらないと旦那さんと離婚してきたらしい。ヨシトは私が離婚届を置いて出て行ってしまい困っていたため、最初は大喜び。そして、離婚届にサインして送り返してきたので、私は役所へすぐに提出。慰謝料や財産分与については、弁護士に頼んでしっかりゲットした。その後、ヨシトは義士が家に帰ってきたのが遺産目当てだと知ったようで、義母を挟んで大喧嘩の日々が続いていたとか、近所中に聞こえるような大声でわめき合っていたらしい。それから数年後、義母が亡くなったようだ。葬儀に参列した人によると、かなり安めな式で、しかも義士が葬儀屋と請求のことで揉めていたそうだ。義母は遺産になるような財産など、実は持っていなかったのかもしれない。そうだとしたら、ちょっと笑える。私は離婚後、妹夫婦のところに住むようになった。夫との離婚は、子供たちには話していなかったので、驚かれたが、ことの顛末を話すと納得してくれた。今はパートに出て、妹夫婦に生活費を入れながら、孫の世話を楽しんでいる。